はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日からも動画解説をして、そしてウェーブスジャパンさんが X 以前のツイッターですね、そこの方でもご紹介していただいているスタジオラック V14 の解説という意味では、もうそちらの方にもかなり詳しく動画を上げていますので、詳細な使い方についてはそちらを見てください。今日はですね、そういう中でウェーブスジャパンさんにちょっと質問をしていたらですね、なんとなんとマルチバンドスプリット、今画面に見えているこの機能なんですけれども、これでですねステレオイメージャーがついているということを教えてもらってですね、これはウェーブスさんの隠し技だという感じで、やってくれるやんという感じになったので、早速動画を作っています。ウェーブスのスタジオラックを気に入っているというのは、画面にあるように信号のスプリットやマルチバンドでのスプリットをできるようになっています。こうやって4つのラックが仕込まれていまして、その4つには周波数のクロスオーバーが書いています。一番下の方は150でクロスオーバーしていますが、ここをダブルクリックしてですね、160とこのように入れ替えます。こういうようなことができます。高音の方は11キロというふうに設定しているわけですけれども、これを10キロに落としましょう。こんな感じで周波数分けをできて、マルチバンドでのエフェクトをできるようになっています。まあそこまでのことは以前の動画でも説明したんですけれども、この下のパンがありますよね。こういうふうにパンが触れるわけなんですけれども、このパンだけではなくって、ノブの周りに青いラインが見えています。そして右に行けば行くほど広がっていますよね。これがステレオイメージャーになっているということです。マウスを近づけるとこんなような白いラインが出てくるんですね。これでステレオ幅を狭められるんです。そしてこの青いところを持って回すと、このように回転できるんです。この回転も微妙では難しいですので、回転のところでダブルクリックすると、こうやって数字で入れれます。これは基本的には0です。このようにして左右同じように広げるわけですけれども、例えばこの低域なんかはできたら広がってほしくないわけですよね。こんな小さなステレオ幅にしています。もうほぼ0に近くしておいて、ここをダブルクリックすると数字が入れれますので、これまた0にしておくわけです。ちょっと左の方に振っていますので、このように設定します。ここはそんなに微妙に位置違ったからって言って結果が大きく変わるわけではありませんので、でもこのようにして動かせるんです。ちょっと小さいですので、確かに動かすのはなかなか難しいというのが正直なところですけれども、コツとしましては、この青い線ありますよね、そこからあえてマウスの先は離しておくということがポイントになります。そうしまして、こう引っ張ったり上下に動かすと幅が広がるんです。左の方も近づけるだけ近づいて、このように広げます。そして青いところを持って真ん中に持っていく、こういうふうにするとステレオイメージャーの使い方ができるわけです。僕は残念ながらウェーブスさんのソフトでですね、このスタジオラックに対応しているのはバージョン13、もしくは今現行のバージョン14、この2バージョンしかできません。 V12 のプラグインを入れたりするとスタジオ1の場合はハングアップして落ちてしまいます。これ本当は何とかしてほしいなと思います。例えばどうしても皆さんに13、14を使ってほしいなら、できたら落ちてしまうんではなくって、12を入れたらですね、これは対応していませんというようなダイアログが出てくれたら一番ありがたいんですが、でもまあ僕の場合はそれに代わるプラグインもたくさん持っていますので、
とっても困ることはないんですが、初めは知らなかったので V11、12 のプラグインを入れてしまっていました。ただし、すべての場所に VST3 は入れれます。ここに VST を選択しましたら、このようにメーカーリストが出てきます。プラグインアライアンスさんの AMEC の EQ。こういうのを立ち上げると AMEC EQ200。これが立ち上がって、そしてイコライダーをシャリできます。もちろんここでバイパスしておくこともできます。そして僕はすべてのチャンネルにせっかくまあウェーブスさんのスタジオラック V14 をご紹介するので数少ない V14 シリーズの中でシェイプスオムニチャンネル2という最新のチャンネルを入れています。ここでコンプレッサーをかけています。今これはですねオケトラックに入れてあるんです。こんなオケトラックです。ちょっとボーカルはミュートしておきます。オケのところにこのスタジオラック V14 を入れてありますので、ここで調整をしていきます。この1のラックをソロにするのはここでソロにできます。これで低域しか来ません。ちょっと聞いてください。はい、こんな低音だけが来ます。これで今ゲインリダクションは3から4ぐらいを振っています。ここでゲインを変えることができます。はい、ちょっと大きくします。はい、超低域だけが出ています。今度は一つ上のバンドを鳴らします。ピアノがよく聞こえますね。これをもうちょっとシャープにします。周波数はだいたい500ぐらいのところです。このゲインをつきます。はい、次の周波数です。だいたい5キロぐらいを操作します。上げます。もうちょっと落とします。はい、今度は一番高いところです。はい、一つ一つソロで聞いていたら小さな音ですよね。皆さんも聞きづらいと思うんですが、これをまとめて出します。はい、パラレル処理ができますので、ここでこの下のところでも変えれます。もうちょっとハイを出します。ベースは落とします。ゲインででも落とせます。中域上げます。はい、とっても音が作りやすいですね。ここに、ちょっと仕上げのですね、インサートを入れてあります。ここまではパラレル処理でトラックを作りましたし、そしてマルチバンドにしてありますが、ここは直列のインサートで、
バスのプロセッサーを入れています。一つはソフチューブのバスプロセッサーです。これを入れてみましょう。音の違いを聞いてください。切ります。入れます。もうちょっとバスを上げます。サーチュレーションを上げます。最近は同じようなグルーコンプでドーテックさんのものを本1日ぐらい前に購入しました。これもとってもいいです。このグルー感めちゃめちゃいいですね。アマウントもうちょっと上げます。ワイドももうちょっと広げます。さらにベースを上げます。もうグループ感半端ないですよね。はい、この D グルーというソフトは操作は簡単だけれどもとってもよくできています。いっぱいグルーコンプを買いましたが、この D グルーだけでもいいんじゃないかなというふうな感じも思っているぐらい、ドーテックさんのソフトはよくできています。またこの D グルーに対しては別動画も作っていきますので、その折は見てください。今日は一個一個の使い方というよりも、一番言いたかったのは、いろんな操作じゃなくってマルチバンドで作ったスプリットをステレオイメージャーができるという、ここを皆さんに見ていただきたかったんです。ですからもっと高音イメージを広げてみましょう。目いっぱい広げます。はい、そして真ん中に寄せます。これで聞いていただきましょう。これでハイを削ります。はい、すごく曇りましたよね。入れます。ここをバイパスします。はい、またちょっと中抜けしました。はい、もう少し低いところ、はい、今度はシャリシャリ言い過ぎです。はい、次はバス切ります。はい、寂しくなりましたね。この結果を見ても分かる通り、このマルチバンドの中に入れた Shapes Omni Channel 2、一個一個のエフェクト処理はコンプだけしかかけていませんけれども、一つ一つ消していくと、あまり良くなかった結果を見るとですね、エフェクトが成功していると言ってもいいんではないでしょうか。もし全部がオフになっていたら、その元の音はこんな感じ。悪くはないけど迫力などは全くないですよね。これ入れます。やはり
技術も大事ですけれども道具も大事というのが昨今の DAW の世界かなというふうに感じてしまいます。やはり道具がなければなかなか思うような音にできなかったりするのでですね、少ない道具で上手に音を作るというのも一つの手法ですけれども、簡単便利でそして時短ができるんであれば、僕は少しの費用ならいい音を作ってみたいな、そんな風に感じています。村長スタジオでした。